どうも皆さんこんにちは、カリュウです。はい、ということで、今日もやっていきましょう。早稲田大学早川隆久投手でスタープレイヤー第21話でございます。はい、前回はどうだったかというちょっと前回のピッチングをね振り返ろうと思いますが、9回ね、完封勝利上げてますね。6安打奪三振10で完封勝利を上げてます。で、ただいま公式記録、まあ、1軍でのね公式記録が19試合投げて19勝無敗ということで、で防御率が 0.27 となってます。で奪三振が196、もうちょっとで、新人ですけど200奪三振、そして、20勝が見えてきます。多分新人で20勝を上げたピッチャーっていうと上原投手で、もう引退してますけど上原投手ぐらいかな。まああと昭和をね遡ればいっぱいいるんでしょうけど、一番最近だとその約21年前の上原投手がそうかなって思ってます。で今日の相手が、千葉ロッテマリーンズです。例えば最下位ですね。で投げるピッチャーが佐々木朗希投手、さあどうなるんでしょうか。そして、チームの方はですね、ソフトバンクと4ゲーム差の2位につけております。では早速やっていきましょう。はい、ではやっていきます。好天に恵まれました。 ZOZO マリンスタジアムです。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの17回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか。まあ、特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。はい、では早速ね1回の裏のピッチングやっていきましょう。さあ20勝がかかってます。で今日の目標は、まあ、20勝目を挙げるということでやっていきましょう。変わりまして1回の裏マリーンズの攻撃です。マリーンズはご覧のようなオーダーとなっています。イーグルス、マウンドに上がるのは先発の早川。さあマリーンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは荻野。2試合当たりが出ていません。さあイーグルスもルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをマリーンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。膝元への変化球、ノーボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている加藤。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には中村が入っています。さあ先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの中村、今シーズンの得点圏打率は2割5分4厘となっています。クリーンアップを任せ、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。前に飛ばしたかったんですけどもね、まあ、ただ次が彼なんでね非常に面白いと思いますよ。このチャンスに期待がかかる井上が打席に入っています。アウトコース打ちました。センターに抜けました。バックホームする。チャンスを広げていきます。2アウトランナー3塁1塁。さあそしてバッターボックスにはレアードが入ります。さあチャンスが続きます。まあしっかりつないでますんでここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。いやあそこに決められたらお手上げですね。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。
はい、1回の裏ですが、ちょっとね、ヒットを連続で打たれちゃって危ないなっていう場面があったんですが、なんとか抑え切りました。で、2回の表、楽天が1点先制点を挙げております。はい、では気を取り直して、2回の裏のピッチングやっていきたいと思います。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃、打席には6番バッターマーティン。昨日はマルチ安打を記録しています。マリーンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは DH 角中。昨日のゲームでは無安打に終わっています。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。ツーアウトランナーありません。アウトコース、ストレートが決まっています。打ちました、セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。はい、なんとかこの回は2回の、ね、裏は三者凡退に抑えることができました。はい、では3回の裏、やっていきたいと思います。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。引っ張った、これはサードライナー。打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。緩いボールを持ってきました。インハイ、空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。左中間に落ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁に同点のランナーを置いています。バッターは加藤。まあ、バントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。一塁はセーフ。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。アウトコース打ちました。茂木が掴んでツーアウト。さあ一塁には同点のランナー。バッターボックスには中村、そして一塁ランナーは荻野。まあ、彼がランナーですし、ここは盗塁を狙ってもいいケースだとは思いますね。どう動いてくるでしょうか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。走ってきた、高めのボール、ヒットになった。三塁へ送球、これで5試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。さあマリーンズ、一打同点のチャンスです。早めに追いついておくことでもう一度立て直していきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、変化球、レフト前へ抜けていく、ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。マリーンズ期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターはね、ここ一番という状況で結果出してますからね。試合は振り出しに戻っています。いい形でつなげましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには5番のレアードが入っています。インサイド打った、高いバウンド、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。はい、3回の裏、ついに失点してしまいました。もうヒット5本打たれてます。早いな、なんか合わないんですよね。うまく噛み合わない。まあでもしょうがないですね、そういう時もありますね。はい、では、じゃあ4回の裏やっていきましょう。4回の表にね、なんとか勝ち越してくれてます仲間がね。3点取って4対1となって4回の裏やっていきましょう。マリーンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番マーティン。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは取っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的にいって、高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。
バッターは今日 DH に入っている角中。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。早川まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。インサイド打ち上げました。高い打球右中間へ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスは8番田村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウト打ちました。さあどうだ。ブラッシュが抑えてスリーアウトチェンジです。はい、4回の裏はなんとか、三者凡退に抑えることができました。はい、では5回の裏のピッチングやっていきましょう。西さん、この辺りで点差を縮めていきたいところだと思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、あの逆転目指してとにかく諦めないで頑張ってほしいですね。そうですよね。外外れてボール、インサイドファールボールです。見逃して三振になります。ワンアウトです。打順はトップに帰って荻野。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました。浅村、ツーアウトになりました。バッターボックスは2番加藤。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球打ち、これはセカンドライナー。はい、5回の裏もなんとか三者凡退で打ち取ることができました。やっぱでもちょっと三振の数が少ないですね。もうちょっと三振をね取りたいですね。はい、では6回の裏の、ピッチングやっていきましょう。配球表ご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。打席には3番バッター中村。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。高め打ちました。ライトが取りました。ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは5番レアード。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。速球の後この緩い球、バッターもタイミングが取りづらい。打ちました。この打球はフライになっています。センター掴んでツーアウト。バッターボックスマーティン。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。外へのカーブ外れました。高めちょっと外れたか。チェンジアップが決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。これはセンターへ抜ける。これで3試合連続安打。2アウト2塁1塁。バッターボックスには代打の清田。ヒットでランナー2塁1塁。西さん、中盤大事な場面になってきましたね。まあこの点差ですけど、このチャンスから打線ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。最後はライトフライ掴んで3アウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。はい、6回の裏も、まあ、ヒットは打たれましたけど無失点に抑えることができました。はい、ではこの調子で7回の裏やっていきたいと思います。西さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。いやもちろんですね、もう1点でも早く返したいところだと思いますよ。そうですね、奮起に期待したいですよね。ライト方向を流しました。これはどうだ。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックス細谷。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター荻野。
先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。いいボールでしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。三振になります。スリーアウトチェンジ。はい、7回の裏ようやく久しぶりの三振が奪えましたね。これでちょうど、1シーズン200奪三振達成ということになりました。で、8回の表、楽天また追加点を挙げて5対1としております。では8回の裏のピッチングやっていきましょう。8回の裏追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックス加藤、先ほどの打席はセカンド打ちました。ファーストが前に来る。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには3番中村、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。初球打ち切れていきます。ファウル。改めてお聞きしますが、バッターの井上どういうバッティングを。引っ張った、三遊間抜ける。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー一塁。打席には5番バッターレアード。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に打ちました。ピッチャーゴロです。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。はい、とうとう最終回まで来ました。なんかね、井上選手に今日4の4なんですよ。井上選手ちょっと良くないなね。最終回はね、もうしっかり、ピシャリと三者凡退に抑えてね、試合締めようと思います。はい、では、9回の裏のピッチングやっていきましょう。西さん、なかなか厳しい点差となってるわけですが、どういった攻撃が必要ですか。まあ、今日は厳しいですけどもね、まあ、とにかくね、バッター雑にならずにね、自分のバッティング心がけてほしいですよ。そうですね。インサイド落ちました。これはどうだ。取りました。アウト、ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライ打ちました。これもピッチャーゴロ。ピッチャーが取る。アウト、ツーアウト。8番バッター田村、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。最後のバッターとなってしまうんでしょうか。まあ、そうですね。打ちました。サード取った。これで3アウト。試合終了になりました。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。負けはしましたが、援護を待って9回を投げ切る姿、素晴らしかったのではないでしょうか。次回。はい、ということで、早川投手20勝目を挙げることができましたが、ちょっと投球内容がね、あんまり良くなかったかなと思います。ね、8安打を打たれてるっていうのはちょっとね、反省するべき点かなと思います。92球投げて奪三振4、ちょっとこれも少ないっすね。もうちょっとね、せめて2桁は取りたかったなっていう、気持ちでは いたんですけど、あんま良くないっすね。はい、とりあえず20勝目を挙げることができましたと。はい、では、千葉ロッテとの3連戦、2日目ですね、見ていきましょうか、結果をね。さあ、どうだ。おお、負けている。はい、では3戦目やっていきます。負けている。ダメだな。はい、そしてここは自由行動日なのでカットさせていただきます。ではカット。はい、ここで8月の月間 MVP の発表ですね。さあ、セリーグは奥川投手、野手部門は DeNA の梶谷選手ですね。で、パリーグは早川投手、野手部門も楽天の茂木選手が選ばれております。さあここから首位攻防戦、2連戦ですね。攻防戦つっても 2勝したところで縮まるのは2ゲームぐらいだと思うんで、さあどうかなって感じなんですが、さあソフトバンクとの、2試合やっていきましょう。
さあどうかな。負けている。やっぱ強えなソフトバンク。4連敗はちょっと避けたいぞ。さあここは勝てるか。勝ってほしい。さあどうだ。ひどい。これはもうダメだ。これはちょっとダメだな。はい、ということで、早川隆久スタープレイヤーシリーズ第21話をお送りしてきたんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、ここ最近、まあ勝ってはいるんですが、いいピッチングができてない感じがします。はい、ヒットもね6本8本と打たれてますし、28日の試合はね失点もしてますから、次回はねこの連敗を止めて、いいピッチングして、ね、チームがリーグ優勝できるような、ピッチングをね心がけたいと思います。はい、ということで今回はねこの辺で動画締めたいと思います。この動画面白いないいなと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。次回の動画は明日ですね、月曜日、下流の女子プロレスラバーズの方をねやっていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。